エビリンチャンネル。シワ対策って、まあ、いろいろあるじゃないですか。でもじゃあそのシワ対策っていつからやるのがいいのっていうのに答えてもらおうかなと思います。シワ対策はシワが出始めたらやる。当たり前じゃんと思うかもしれないんですけど、皆さん意外と気づいてないんですよ。子供ってなんかこう、まあ、そこら辺にいる子供ですよ、あの顔見てると笑ったりとか泣いたりとかいろんな表情してもシワ出ないんですよ。でそれは子供の肌っていうのは本当に張りがあって、こう皮膚がねこういろんな表情を作ってよれたりしてもまだシワが出ないからなんですよね。で大抵20代後半ぐらいになってくるとパッと見はシワがないんですけど、表情を作った時にだけシワが出てくるようになります。だから自分ではシワが出始めてるっていうことに実は気づいてない。だけど、私とかは患者さんと日々こうカウンセリングというか診察っていうのでお会いしてお話をしていると、20代後半の患者さんっていうのがいろんなこう話しながら表情をした時に眉間にシワが出たり額にシワが寄ったり、目尻にシワが寄ったりっていうのをもう目撃するんですよね。でこれがシワの始まり。子供にはなかった表情を作った時にシワが出なかった子供の時とは変わってきたっていうサインなんですよね。でこのぐらいになってから、もうシワの対策は始めた方がいいと思います。これを見てる皆さん、顔だけやってればいいと思ってませんか？大間違いですよ。なんかね、やっぱ気になるのよ。最近美意識高くって顔の手入れはね結構やってる人いると思う。だけど首とか関節、あと手、年齢皆さん出まくりですよ。ということで今日は首についてフォーカスしてみようと思います。一つ目、首のシワの種類、解説をお願いします。首のシワといったら、こう横向きにできるのと縦向きにできるのがあるんですけど、横向きっていうのはこうね、縄とか結びつけたみたいに2本とか3本とかあるシワを、まあ、横向きのシワとします。でこれって比較的若い人でもある人って多いです。割と若いうちから横向きのシワがこうある人っていうのは結構いるように思います。で縦向きのシワっていうのはこれほとんど加齢によるシワです。ここにこうやって縦向きのシワっていうのが出てきます。これは筋肉の影響によるものなんですけど、年齢を重ねてきて皮膚が薄くなって、特に痩せ型の人かなには目立ってくるようなシワになります。じゃあ2つ目、そのシワの種類ができる原因って何ですか？複合的な原因なんじゃないのかなと思うんだよね。人間の首って、まあ、一般的にはこういう動きじゃない。つまりこうなった時には皮膚がこう折りたたまれてくるので、この時に折りたたまれた時にこうピッとシワのラインが入ってしまえば、横のシワって刻まれてくると思うんですよね。だから筋肉が衰えていることも原因かもしれないし、もしくは結構ここ首のね脂肪とかがダブついてる人、太ってる人ってさ、ミシュランマンみたいな感じにこう段差ってできるじゃないの。だからああいう可能性もあるしっていうので、皮膚がこう動いた時によれて折り目がついちゃうような状況だと、私は横のシワができるのではないかなと思っています。で横のシワができやすい状況っていうのは、例えば首をこうやって下に向けているような姿勢だよね。だからデスクワークの時にすごい姿勢が悪いとか、あとはスマホとか見る時にこういう風に首がなっているとか、そういうような感じで多分首がこういう風に折り曲げられる、そういうのがやっぱり横のシワにつながりやすいんじゃないのかなと思います。であとはもちろん皮膚自体の強度みたいなのも私は影響してるんじゃないのかなと思っています。続いて縦のシワなんですけれども、私も今出るかな、やってみていいと。あんまり昔ほど出てない。
出てない？出てないとしたら今ボトックスが効いてるからなんですけれども、縦のシワっていうのは結構明白で、顎のこの辺からぐーっと鎖骨の方まである後傾筋という筋肉があります。でこの筋肉があることによって、例えば口角をこうやって下に下げることを補助していたりとか、首がこういう向きからこういう風に動くのをサポートしていたりっていう筋肉があるんですけれども、この筋肉がうっていう力を入れた時に、特にその筋肉の端と端がですね、縦筋として移ってくることがあります。これを縦のシワというふうに呼んでいます。でこれに関してはですね、加齢によって皆さん起こってくることで、まあ、加齢してこの首周りに脂肪がないようなタイプの人っていうのはほぼほぼ全員起こってくるものですよね。なので生活習慣というよりは加齢が原因っていうふうに考えた方がいいシワなんじゃないのかなと思っています。シワが刻み込まれる前が勝負。そうなの、強く言いたい。やっぱり自分が気づいてないっていうのがやばいというのがシワなわけですよ。なのでシワ予防が大切ということを今日はまず皆さん覚えてから帰ってください。シワって、うん、まあ、先生よく2種類あるよって言ってるじゃないですか、うん、まずそのじゃあ2種類何なのかって教えてください。シワには2種類、動的なシワと性的なシワがあります。で、まあ、動的なシワと性的なシワっていうのは、まあ、皆さんが期待している性とは違う性を書くわけですけど、動的なシワの動は動くっていう意味で、それはもうこうなんか動かした時に出てくるシワのことを言うんですよね。だから例えば眉間をグッと睨んだ時にグッと出てくるシワ、もしくはニコって笑った時に出てくる目尻のシワ、こういうのを動的なシワと言います。肩や性的なシワっていうのは何かっていうと、この表情でももうあるシワのことです。なので、動的なシワっていうのはある意味シワで言ったら初期のことが多いです。動いた時だけにグッと出るシワだったりするのは動的なシワです。でそれがずっとひどくなってきて、シワが皮膚に刻み込まれてくると、何も表情を作らなくてもシワが刻まれている。例えば皆さんのおじいちゃんおばあちゃんイメージしてみると、別に笑ってもいない泣いてもいない無表情の時でも顔中にシワがありますよね。あの状態がもう動かさなくてもシワが皮膚に刻まれている性的なシワになります。エリミは18歳なんでシワはない。予防してるんでしょ？予防と実践をしています。何をしているんですか？私がやっているシワの対策っていうのは基本的には古典的なボトックスの注射になります。ボトックスは筋肉を動かなくする作用があります。筋肉が動かなければニコって笑うときにここの筋肉がクシャッと折り曲がることがないです。だからここが動かなければシワができない、つまり動的なシワができないということになります。で、動的なシワができなければいつもいつもこうやって動いてシワができることがないので、それが肌に刻み込まれて性的なシワになることもないということで、ボトックスを打って筋肉を止めていることによってシワが刻み込まれないということになります。今日は、よくボトックスの話出るじゃないですか、うん、でもなんかボトックスって、まあ、結局何に効果があるのとか、うん、知らない方いらっしゃるんじゃないかなと思って、今日はそれを先生に教えてもらおうっていうコーナーです、うん、もうボトックスに侵されまくってる私ですよね。そうですね、ボトックス歴何年だろう、15年ぐらい。極めに極めたボトックスがいかがでしょうか。今日はボツリヌトキシン注射について。言えてないよ。ボツリヌトキシン言えてないよ。ボツリヌストキシン注射について、はいはい、教えて。ボツリヌストキシン注射にやめていい？ボトックスというのはアラガン社が出した商品名で、本当は
ボツリヌストキシンということが正しいんですけれども、それ言ってたらもうちょっとこの動画すっごいだるいことになりそうなので、申し訳ないですけれども通称ボトックスっていうことで許してください。その効果をじゃあ教えてください。まずあのボトックスってどういう作用があるかっていうと、まず人間って何か筋肉を動かそうと思った時って必ず神経の中をこう電気信号が伝わっていくんですよね。で神経の中から電気信号がこう伝わっていって、神経の一番端っこのところからアセチルコリンという物質がふわって出ます。でそれが筋肉に染み込むことによって筋肉とかがぐっと収縮するんですよね。でこのボトックスはこのアセチルコリンがふわっと出るのを止めてしまう働きがあります。だから筋肉を動かそうと思って指令が神経をビビビビビビって通っていったとしても、最後の最後にアセチルコリンがふわっと出てこなくなってしまうので筋肉が動かなくなります。だからグッってシワを作ろうと思っても筋肉が動かないのでシワができなくなります。ちなみに私ボトックス打ってからまだ1ヶ月経ってない、一番効いてるぐらいの時期かな。例えばここ眉間のシワを寄せます。うん、ふざけてると思ってる。うん、ふざけてないよ。だからもう一回いくよ。寄らないのよ本当に。でこことかは私筋肉強いからバニーライン、こういうラインが出やすいんですけど、それもだいぶ止まってる。笑わないで。あ、いくよ、もう一回。頑張ってる、うん、もしくはおでこのシワ出ないようにおでこも止めてます。いくよ、いくよ。というふうに思いっきり頑張って意識をしてもシワが寄りません。これがボトックスの効果の一つ目。